はゲストショーと題してゲストと一緒にお送りしていきます、はい、ということでスタジオに入ってきていただきました本日のゲスト榊原郁恵さんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます、まあ、台本通り読みますけどね、はい、まずはいつものようにネタを披露お願いしますなんでよ芸人さんが来た時ね、まず一発ネタから始まるけど、じゃあ、太陽よりも高い、はい、ね、すごく太陽よりも高い、はい、太陽よりも高いということで、はい、太陽に高い太陽に吠えろ、はい、太陽に吠えろ、それ確か渡辺が言ってたような気がして滑ってたんですよね滑ってたんです。大地さんのこの番組出て、俺のネタですか。そうです。でそれで思いっきり最初言ってそれ滑ってましたけど、はいはいはい、二人とも笑ってなかったのね付き合い程度のお話ぐらいの感じで、その時もそう笑ってなかったですね、うん、今聞いてもいまいちピンとこない。そうなんですよね私もなんかこう聞いてても太陽ね、今ほら気温が高いじゃないですか、はい、太陽よりも、太陽よりも気温が高い、高いで太陽に高いで体温に吠えろ、はい、まだ自分のものになってない自分のものになれてないな、はい、じゃあたトール座までには何とかしてきます、はい、やる機会ないでしょ、はい、トール座でそれもうそんな全面的に出るようになったんですか郁恵さん。トール座トムダ型。クイザワンに変えます。やだ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 。やめてもう。やで。トールザファイナルイコールイクエザワン。私は裏方大好き。裏方ユタ君にさせればいいんですから。だから任せらんない。任せられない。裏方は私なの。裏方を譲らない。本当に裏方やってましたけど、ずっとこう楽屋のケータリングとかをね、まだ慣れないよ。もう本当にね、始まるまでにいろんなもの全部ちゃんと整って、それでみんな送り出そうとそう思ってるのに、なんか始まってからなんかみんなから差し入れいただいたりなんだかんだやって、それでほらなかなか時間通りに進まないじゃない。だからお父さん巻いてとかって言ったりとか、そういう裏方もやんなきゃいけない。でみんな呼びに行く。でみんなちゃんとね、事前にお茶だとか、それからお茶菓子とか、いろんなもの用意するのよ。なのに手つけないのよみんな。食べてよみたいな感じで。なかなか本番前ね。そうだってね、サンドウィッチマンさんも言ってた。言ってました。言ってた。そうなんですよ。すごいちゃんね、充実してるんですけども。ワッフルとかね、いっぱいね、もったいないですよね。それ全部また郁恵さんがなんかこう丁寧に、そう、なんかポップ色が入ってポップ書いてるうちに、書いてるうちになんか終わっちゃって、あれ終わっちゃったの？でも片付け？ちょっと待って。やらないです、なかなか。丁寧にポップ書いてる。そう、終わっちゃって。そうですか。そうかと思うと入ってくるときに、誰だろうこの人と思って、あんまりにもにこやかな感じで近寄ってきて、あ、どうも、スタッフ、マネージャーさんかなと思った。土屋さんだったりとか。わかんないよ、でも。なんで気づかないんですか。わかってください。入ってくるとき、メガネかけて、僕、ナイツの土屋ですって顔してきてくれればいい。10年近くやってるんですから。だけど、メガネ外されたら、一瞬わかんないんだもん。10年近くやってる。なかなか認識してもらえないですよ。やってますよ。あ、コミでやってた。え、コミで、トール座自体が。トール座自体が。何回も出てるんですけど。だけど。楽屋では外してるんですけどね。アドボって入ってこられた。それは礼儀がなってます。毎回そうですね。まずは毎回ちゃんと名乗るようにしてますけど。初めてみたいな感じで。最近慣れた。慣れました。慣れました。さっきはね、すぐ気づいていただいて。ありがとうございます。そうだね。このスタジオから出てきたらね、絶対そうだなって。絶対そうじゃない。いや、そうですね。いや、本当に認識していただいて。先日サンドイッチマンさんのね、そうです。2日前に出たばっかり。そうなんです。このスタジオでしょ。はい。つか前に。じゃあもう一回ドレスめくった話聞きますよ。鉄板の。オーディションで。オーディションで。裾を上げて。はい。2日前ですもんね。2日前にお邪魔してました。そうです。今週がタレントスカウトキャラバンウィークで。そうなんです。一応ホリプロの。今週はね。はい。タレントさんの前に来るんですけども。だからサンドイッチマンさんの時は、もう前面にトール座を話させていただいたんですけど、はい。まあ一応ホリプロの話もでも大体してますぐらいは。そう、ほとんどそのうちに名刺の話になって、もうそこにたっぷり時間取られてた。ホリプロの名刺、もう今日は高校時代人形ジョールリブだった話だ。広げて、相模人形っていうのが結構ありまして、でそれのなんかこう、まあ、後継者がいないっていうことで、私が通ってた高校の先輩たちが、だからまだ同好会みたいな形だったんですよ。部活ではなくて、高校の同好会で、
その人形浄瑠璃をお借りして、はい、お人形を借りて、はい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 、で浄瑠璃は歌はちょっと難しくて歌えないから、うんはい、あのテープ流したり、うん、あと慰問とか行く時には、うん、もう実際にあの来てくださったりとかって言われて、そう相模人形って意外に地元の人たち知らないかもしれないんですけど、相模人形そう相模人形厚木なんですけど私は、うん、でもそこら辺の相模人形っていうのがね、人形浄瑠璃って言ったら、あっちのね、小山でした。徳島の。徳島。そう。そうなんですか。うん。有名ですけど、うん、で、それやってたんですよ。サンマソウとか、いろいろとやったんですよ。人形を操る。そうそう。そう、一体の人形を、頭っていう人は、顔と右手、うんうん、それであと左手担当の人、はい、それから足だけを担当する人、一体の人形で3人3人です。あ、そんなにかかるんですか。ゆくりさんどこやってた。左手か足、うん、左手は難しいんだよ。左手だけをやるんだけど、右手と合わせてお辞儀するときはこう合わせてこうねこうやるんだけど、それに合わせてこう左手をやる、操るこう紐で、じゃあ右手と頭の動きに合わせる、できてたんですね。お三人の呼吸がもう最新みたいな。足は結構大変なんですよ。うん、あの女性のお着物を着ている足の裾をずっとこう、中指と人差し指で裾を持って裾さばきをするんですよ。うんうん、でこう正座したりとかするとぐいっとこう着物を持って前の方にして中腰でずーっといなきゃいけなくて。そんなでも狭い中で3人でできるもんなんですね。うん、で何を言ってるかわからないわけ、難しすぎて、うん、あ昔浄瑠璃が、そう、なるほど、そう、それにあの音楽がなんか流したのに合わせなきゃいけない、に合わせてなんかこうなんとなく動いてて、そしたらやっぱり慰問に行った先は、はい、あのご年配の方だったりとかするから、うん、もう泣いてたりとかするのよ。ね、ずっとなんか生き別れした親に、ね、そう、親に会えたとかっていうね、つるちゃんとかっていう子がいて、その、やっとお母さんに会えた、でもお母さんはなかなか子供だっていうふうに言えなくて、いろんな事情があって、だそういうふうなところをね、見て泣いてるの。そんなに泣いちゃうの話これって思いながら一生懸命こうやってるんだけど、よく分かってないんだけど、いやまあ感動してもらってよかったからみたいな感じで。その後自分がピーターパンで釣られるね、操られちゃって、あれそう、あれも何人か3人ぐらいで操られてた。あれは2人、はい、2人に操られてた。そうそう、人形浄瑠璃部ってすごい、高校でやってたんですね。やってたんですよ。トールザでやる、やりますか。なすなかにし、いくらさんなすなかにしとね。そうだね。なすなかなんだ、そういう時は。やっぱり、ね。やっぱりっておかしいけど。ずっと徹さんの横にいましたからね、なすなか二人が。毎回司会の時も。でも、本当忙しくなってきちゃったから。最近ね。全然相手もしてくれなかったりとかして、ちょっとね、最後寂しそうだったもん。寂しそうです。そっか、徹さんもね。ね、今思えば徹さんの LINE とかも、もうちょっとなんかたくさん返せばよかったなっていうか。しょっちゅう来てた。そうですよね。最後にボケメールが。そしたら、あの、この前、木本から、うん、あの、例の件で、いろんな悩みをね、聞いて、うん、まあ、僕が木本を激励しておきました。うん、さてさて、いい投資の話があるんですか。バカなライン。バカですよ。しょっちゅう来ます。笑っちゃいましたもん、さっき見て。そんな感じですよ。こんな、おーいみたいな、とりあえず書いときましたけど。ありがとうございます。どうします返信来たら。怖っ。誰が誰か何すましで。何すましで。本当に。どこにどうやって出てくるかわかんないんですか。わかんないですよ、ね。どこにどうやって出てくるかわかんないですか。わかんない。トールさんにも出てくるんですか。なんかね、出てきたらどうするって話してて。すごいですね。トールさんの好みの方たちが、まあ、なすなかにしさんとか、中川さんとか、いらっしゃるじゃないですか。郁恵さんも好みは、大体一緒だった。お笑いの。ちょっと聞きたかったんですけど。なるほどね。はい。私、なかなか、新しい人とかよくわからなくて、でも結構いろいろと見てて、真剣に見てて、時々笑ってないのに、ずっと見てたりとかするから。え、笑いを真剣に見ちゃう？真剣に見てるわけですよ、渡辺が。あ、徹さんが。そう。ああ、笑ってない。
つまんないのって思うんだけど、いや面白いらしくて、じっとほんとよく見てる。そうです。大好きだった。大好きみたい。結構若手のネタとかもテレビでこうよく見てね、勉強してたんですね。うん、勉強っていうか。何の勉強だ私も今、土屋さんが勉強中から。うん、いや、言えそうになったけど、何の勉強だ。トールザの、そのなんか人選とかもそれを選んでたのかなとか、っていうことなんですかね。でも何が。オーディションしてたのか。ねえ。だから、友近さんも、うん、最初からじゃないんですよね。ああ、そうですね。最初はいなかったかもしれない。一番最初のメンバーじゃなかった、ね。じゃなかったと思う。トールザ2とか3ぐらいから、ね。そう。でも結構、うん、なん友近さんのいろんなネタを見てて。はいはい。そう。で、なんか、まあ、友近さんからも今度出してください、みたいな、なんかあって、っていうのがあったらしいんですけど、いきさつは。そうですか。そう。で、郁恵さんはそこにじゃあ、進めて、なんかこう、口出したいとかはなかったね。ない、全然ない。人前とかにも。全く。ご家族でお笑い番組とか結構見たりされるんですか？しますけど、うんうん、私大体帰なんか台所でなんかしてたりとかするから。あ、そうなの、うんうんうん。ちゃんとこう見てないのね。うん、ちゃんと見てない。流しな感じですよね。うん、ね、時にはなんかこう、うん、何 YouTube とか、うん、それからなんかいろとの iPad で。うん、夜もう寝るぞっていう時に、うん、マック、なんかこう寝ながら寝てた、うん、見てたりするわけよ、渡辺が。そうそうそう。ねえ、そうすると、笑い声とかこう漏れ聞こえてくるじゃない。ね、お父さんもさ、寝るんだからやめてくれないって言いながら。本当に好きなんですね。そんなとこまで、そうっすか、寝床にまで持っておいて。この時期だと何食べてたんですか、よく東郷さんって。夏場この夏場ね、はい、あったかいお茶漬けってよくあるじゃない、うんうん、はいはい、あれがすごいダメな人で、冷たいご飯に、うん、なんか色とこう何、ちょっと、入れたりとかじゃなくて、うんうん、揚げ物、なんだ、ハムカツとか、うん、そういったものを乗せて、うん、で、ニンニクすりおろして、うん、で、そこに冷たいお水、氷は入れないんだけど、うん、そのお水をかけて、うん、で、ちょっとお醤油かなんかかけて、うん、それで食べてた。冷やし茶漬け。そう。へー、何それ。冷や汁とかはね、宮崎のあれありますけどね、うん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 、冷たい。水、醤油。あったかいご飯に熱いお茶なんかかけたら、うん、まあ、熱くて食えねえだろって言われるわけよ。いや、それが、それがお茶漬けでしょ、それがお茶漬けですよね。って思ったんだけど。そうなんだ、ダメなんですね。それが、熱くて食えない。だから、やっぱりね。すぐ行きたいんですね、すぐ。そうそうそう。すぐ食べたい。あ、そうです。マヨネーズは かけないです。マヨネーズもちょっと、まあ私がいるからなのかもしれないけど。ちょっと炎上するんですけど、やっぱ郁恵さんが言うと、マヨネーズの量とかは。うん、それはもう、私がもう禁止令出してるし、うん、マヨネーズを取ろうとすると、うん、冷蔵庫を開けて、うん、何取ろうとしてんのって言って、うん、マヨネーズ取ろうとすると、私が取ってあげて、うん、はい、かけ、どれだけとかって言って、かけてあげて、はい、おしまいねって言って。そうなんですか。うわ、そう、あ、もう、食べてもいいけど、ね、でも量はちゃんと、調整してあげないと。そうそうそう。そうやってたんですね。なのにね、なんかみんながね、祭壇にね、マヨネーズをね、大、それも特大、はい、で、中小、ね、そしてもうおまけになんだか本当にね、小分けできるようなものまでね、はい、もうそれでね、はい、誰が始めたんだか知らないけど、はい、あのキャップを開けると、はい、あの銀紙がこうついてるじゃないですか、はいはいはい、それがあい、ね、ない、あの外して、はい、じゃないとすぐに食べられないから、ね、すぐ吸えないから吸えないから、ね、あの銀紙まで外して置いといて、そうそう、ね、誰みたいな、本当にもうそうだそうだ、でもね、すぐに行ったそのお別れの挨拶ですよ、ちょっと今だにね、なんか信じられないですけどね。で、一回ラジオショーやってる時に、郁恵さん来てくれて、うん、そのなんか日本放送来た時に、うん、なんか郁恵さん、そう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 、ブースの外に来ましたよね、うん。で、そこでなんか、紙に、マヨネーズありがとうって、うん。すぐ行っちゃいましたよ、あの。ありましたね。ね、そうだそうだ。マヨネーズありがとうって言って。一応お礼はしとかなきゃいけない。わざわざ来ていただいて。今日もなんか、お土産を。はい、渡辺が好きなね、和菓子だったので、その皆さん食べてもらおうと思って。そうなんです。ありがとうございます。美味しそう。はい。まあ、渡辺徹さん、徹座で、座長ですけども、郁恵さんの方が座長としては先輩ですもんね。
そうですね。言ったらね。そう。ピーターパンって座長ですから。はい。そうですよね。そうですね。だいぶ若くしてじゃあ座長になったという、うん、そうかことですよね。デビューして5年ぐらいかな、うん、ピーターパンやったの。はい、ピーターパンデビューから、デビューは何歳？17歳で。17歳で。で、21ぐらいに、うん。うん、だったと思う。ピーターパン始めたんで。ジョールリブだった頃にデビューしたってことですか？高校を、1、2年やってたんですよ。で、2年の夏に、はい、その、ホリプロのタレントスカウトキャラバンっていうオーディションがあって、はいはい、で、この前サンドウィッチマンさんの番組でも言ったんですけど、はいはいはい、予選が、この日本放送だったんですよ。そうなんですね。そうなんです。びっくりしました。そう。たまたまですよね。たまたま。で、ここで関東代表が2人選ばれて、うん、で、次本戦が9月7日にありますって言われて、うん、で、それが中野サンプラザで、うん、もうこの前閉めちゃいましたけど、うん、そう、中野サンプラザでやりますっていうことで、うん、北海道から九州まで、うん、みんな12人か集まって、もう全国大会。全国大会っていうことで。で、そこで。それが初代ですよね。そうなんですよ。いやもう、そうそうたる人たちです、今見たら。そう。ホリプロスタッフさんをはじめ、そっからのメンバーがすごい人たちが受かってるタレントですか。これって、なんか、自分で審査したりもされるんですか？私ね、こじるりちゃんの時は、小島瑠璃子ちゃんの時には、はい、審査員初めてさせていただいて、で、深田恭子ちゃんの時は司会、はい、あと戸田奈穂ちゃんの時にも司会やったりとかしてましたね。すごい。なんか傾向性とかってあるんですか、こういうホリプロスカウトキャラバン。全くわからない。わかんない。わからない。その年の、うん、まあ、その空気というか、うん、それで決まるような感じ。だって本当審査員やる時に、うん、いや私のもう自分が選んでもらって、うん、それでこの世界に入ったわけだから、うん、で自分の人生がもうそこでもう急展開っていうかもう変わっちゃったわけじゃないですか、うん、はい、人生かかってるなって、うん、それを選ぶの、うん、この子の人生かかってる、この子のそのこの子だけじゃなくてこの囲まれてる家族も人生変わっちゃうかもしれない、うん、はい、その瞬間何を基準に選んでいいか分かんなくて、うん、本当に、うん、確かに。でもスタッフの裏側がよく見えて、うん、あ、こうやって選ばれたんだ私もって思って、こじるりちゃんとなんかこう抱き合いながら、うん、はい、なんかこう言ったんですけど、うんうん、もうねスタッフがみんなね一生懸命で、うん、でその時のその一応そのまあ、代表というか、うんうんうん、責任者がいたりするわけですよね、うんうん、タレントスカウトキャラバンの、はいはいはい、でその人が自分はこの人をやりたいと思うので、はい、うん、力いっぱいその精いっぱいやりたいと思うので、うんうん、皆さんこの人でお願いします、うん、みたいな感じで審査員の前で、はい、スタッフがそういうふうになんかこう言ったの、はい、そしたらなんかこうスタッフに愛されて、はい、スタッフにこの子をやりたいんだっていうその熱意みたいなものを感じたら、なんか幸せなことだなって思って、うんうん、確かにね、うん、よかったね、みんなにそうやって愛されてね、うん、あんた選ばれたんだよ、頑張ろうねって、うんうんうん、頑張れるねって言って、うん、なんかこじるちゃんとなんか抱き合ったのを覚えてる、その後担当する人もやっぱ責任感持って引き継いでいくわけですよね。そう、今回もね、うん、さっき来てますけどね、うん、はい、担当者がスタンダー、はい、彼です、頑張って頑張って、ね、彼が最終的に選ぶわけですよ。本当に初代ってすごく大事で、うん、やっぱり、まあ、M1 だった中川家さんが初代チャンピオンだから、うん、M1 が未だに成功してるって思ってるんですよ、ね、郁恵さんが初代チャンピオンで、そっか、未だにこの、うん、このね、はい、明るさとキャラクターがあるから、はい、だと思いますけどね、うん、いやもう本当にそうですね、うん、捕まったこと、捕まったことないですよね。捕まったことはない、ないでしょ、別に基本ないでしょ、みんな別に捕まっだからなんか初代が捕まってたらもうですか、初代捕まったら分からない、これは、いや、そう思ってます、本当にファイナリストの12人とかはもう全然連絡取ってないんですか、その初代のファイナリストの、ああ、そう、その時でも、うん、その時に、九州代表で来てた、荒木由美子ちゃんが、もう、すぐに、まあ、結婚して、湯原正幸さんと結婚して、引退されたりとかしたけれど、
やっぱりもうずっと一緒にその寮に一緒にいたので、もう何戦友というか、家族でもない、友達でもない、何なんだろうっていう感じで。グランプリが郁恵さんで、その時の審査員特別賞。そんな審査員特別賞なんかなかったんですよ。そうなんですか。だけど、もう審査員の方から、もう彼女もすごくもったいないし、これからも有望だし、歌がめちゃくちゃうまいし。もったいないっていうことで、うん、突然まあ審査員特別賞みたいなものを作って、うんうん、荒木美子ちゃんを残したんですよ、うん、でもそれ以外で何も賞なかった人はもうそこで終わりってことですもんね。そうね、もう何だろう、それはそういうもんなんですか。その、うん、いきなりそのデビューのきっかけがこんな大きい、まあ、オーディションですけど、これ受かった後もなんかそのドラマのオーディションとか、なんか舞台のオーディションとかそういうのも経験されてるんですか、ゆくえさんって。いや、デビューするとき一応なんかこう各局のなんかオーディションみたいなものがあるんですよ、NHK さんからずっともうテレ東さんまでなんかあったような気がするので一応行くんですけど、もう私の場合9月にその本選があって、それでもう10月には映画の撮影があったり、それからあのヨーロッパ旅行っていうのが副賞であったんだけど、それは月刊明星の取材があって、ヨーロッパ旅行にくっつけて、そうで、あとはコマーシャル撮影があって、で12月にはあと今月の新人さんみたいな感じで、もう各局ラジオテレビ局にも出てるんで、2、3ヶ月の間にすごい。でもこれがもうオーディションどころの詐欺じゃなくて、カウントキャラバン決まったら、もうその途端にもうその後のスケジュール全部、そこまで分かってます、分かってない、ない、本当に一夜にしてですね。じゃあね、次の日からご挨拶回りがあってね、テレビ局新聞社、まあ今回スカウトキャラバンをやるっていうことで、まああの宣伝にご協力いただいたそういうところにグランプになりましたっていう挨拶っていうのを行くんですよ。あ、グランプリになった挨拶を回ったんですか。行きました、行きました。はい。なんて言うんですか。その向こうはだってまだ第1回だから、あ、何その大会みたいな。そう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 。始まったんだぐらいの感じですよね。そう、学校の先生も、お前何やったんだっていうふうに言われて。あ、そっか、学校知らないんだよ。休みますって言ってあるんだけど、実はオーディションがあって、それで休まざるを得ません、休みますって、ちゃんと言ってるんだけど、ピンと来てないのよね。っていうか、私がそんなに目立つ子ではないから、そうだったんですか。テレビで生中継やってるわけじゃないし。いや、それがね、第1回のホリプロタレントスカウトキャラバンは、生放送されたんですよ。テレビ朝日さんで。そうなんですか。そう。あ、じゃあ先生見てなかったのかな。生まれてった？僕らね、ギリギリ生まれてた。でしょ。そうですね。78年生まれなんです。そうです。嫌だよね。本当嫌。嫌ですか。本当嫌。この二人ね。ね、ずうずうしくさ、いろと話聞いてるけど、生まれてないのよ。生まれてないんですよ、もう。っていう、生まれてないでしょ。やだわ、しょうがないでしょ。しょうがないじゃないですか、生まれてないけども。2年後だったんで、なんで生まれてない、なんで生まれてないの、おかしいでしょ。いや、まあだから前世では、今ここにいるのに、前世では審査員やったかもしれない。よくわかんない、選んでたかもしれない。ならいいけどって、変じゃん。そうですよね。じゃあその学校の人たちも急に、じゃあそっから何ヶ月後からもうテレビ出始めてみたいな感じでしょうね。ネットとかがあるわけじゃないから今みたいにね。でも急に出て、あ、ちょっと友達とか、その中学校の時の友達とかみんな、あれみたいな、なりますよね、小中学校。え？っていう感じで。あ、やっぱりね、じゃないのよ。そのなんかこう空気的に私がいつも前出てとか、歌をなんかこう自慢げに歌ってとか、モノマネしてとか、なんかそういう目立つ子でも何でもなかったので。だから通ってた高校が女子校なんですけど、やっぱり先輩にはちょっとスカートの長いようなね、その当時ね、スカートが長いと、まあちょっとこう不良というか、そういうちょっとスケバンみたいな人がいたりするわけですよ。そうするとこう覗きに来るわけです。何、なんか芸能界になんか入るらしい人がいるらしいじゃないの、どこにいんのみたいな感じでダーンと見に来るんだけど、
なんだとかって言って帰っていっちゃって、よかった何もなくて思いながらちょっと目立つタイプだったらね、そこで目つけられた、目つけられたそういう感じだったんだ、ここで。そういうタイプだからジョールリブにいたんですよ。そうなのよ顔出ないですもんね、だってね、顔出ないもん。ちょっとこの後も高木真理子さんお付き合いいただきます。はい、さあ今日はゲストに坂木原郁恵さんをお迎えしております、はい、メールが来ておりますね、はい、土屋ホームさんです、はい、ゆうたくんも30代半ばの年になり、うん、結婚の話とかは親子で話したりしないんですか。うん、はい、もうしません。あ、もうしません、もうしませんって終わりです、もう終わりです。ちょっと散々したみたいなことですか。いやー、やっぱりなんかそういう話は、あの普通家ではしないんだけど、まあ番組とかそういうのでするじゃないですか。で、ああいう子がいいなとか、なんかそういった話になっちゃうわけですよ。はい。そうすると、なんか番組で一緒になったりとかすると、ゆうたのことよろしくお願いいたしますみたいな、そんな話、なんか流れでしちゃうのよね。それをやめてくれってゆうたにも言われて、まあ本当に頼むから。本当に。わかる？もうなんか本当に。そういう言い方されるのよ。親子だな。あ、本当嫌なんだなって。絵に浮かびますね。そう。やっぱ自分がそうだったら、それは、それはなんて職場で、そういう、こう、親がそういうのやってたら、それはやめて。でもそれがきっかけでなるかもしんないですからね。まあ、わからないからね。そうなの。まあ、でもね、ゆうたも、だから、私がよろしくお願いしますなんて、なんかノリで言っちゃった、そういうこと、まあ、仕事場で会ったりとかすると、なんか、やりにくかったりとか、気まずかったりとか、すいませんね、うちの親が、とか言って言いながら、変な意識をしちゃうっていうのは、どうも嫌みたいな。それはわかるんだけど、そんなのもね、仕事場での話なんだからって言ってるんだけど、頼むから、本当にって、心の底から言われて。まあそうですよね。もしません。もうしません。しません。で、我々が、なんかね、こう、考えましょうか、じゃあ、ゆうたくんに関してはね。いや、怖い。もっと嫌なんじゃない？もっと嫌なんじゃない？芸人に任せてください。いや、もっと嫌じゃない。この辺のトールザの頭おかしい芸人に、あの、当てのされるのが一番嫌なんじゃない？それは。10代のギャルとかでよろしいですか？まあ、そうです。どうでしょうか？どうでしょうかね。郁恵さんチェックが入るかもしれない。郁恵さんチェックね。もらいました。何とかします。不安だな。そうですよね。ラジオネーム、抹茶マッスルさんね。郁恵さんはずっと体型がスリムで、うん、今でもピーターパンで飛べそうですが、うん、体型を維持するために毎日やってることはありますか？まあ、この前の6月の30日まで、ハリーポッターと呪いの子という舞台をやってたので、うん、まあ、体型は維持できたんですけど、うん、なかなかね、やろうかなと思いながら、ストレッチやったりとかなんかするって、毎日は定期的にできなくて。だけど、意識して、ちょっと、何十年か前のスカートを履いてみるとか、そういうこと、きついとかって思いながら、でも履けると嬉しかったりとかですね。でもハリーポッターあれ1年間ぐらい、私は1年間はい入ってた時は、それはもうやっぱ体力が大変ですよね。一年間同じ衣装着るんで。そうですね。呪文のセリフとか覚えるの大変ですよね。ね。でも私は、マクゴナガル先生は、その、魔法の呪文とかっていう、あんまりなかったんで、よかった。そうなんですよ。いろいろと呪文があるんですよね。すごいですよ。よくしたかまないなって思ったもん。すごいですよね。そうね。で、舞台だから、ドラマじゃないから一発勝負。すごいスピーディーにね、どんどんね、魔法が。繰り広げられて展開も早いし、もう前まチケット取れないぐらいなんかすごい結構ね、ありがたいことね。なんか演出家の人がなんか海外のなんかすごい有名な方で、めちゃくちゃこだわりとかやっぱあったんですか？もう海外でイギリスでまあ始めた、それがもう各いろんなあの海外でやって、アジアでは初、日本が初っていうようなことで、もうそうやって海外のスタッフが来てくださって、いろいろとご指導いただいてっていう感じだったんですけど、今までそんなに長くやったことってあんまないんですよね。ピーターパンも長くて1ヶ月公演だったんで、それがまあ毎年の8月か7月、夏になると夏の風物詩ですねみたいな感じで、あの、まあ、
7年間やってたけど、はい、だ今年もまたピーターパンもあるんですよ、公演があるんですよ、後輩そこ、ね、はい、後輩があります。飽きたりしなかったですか、ハリーとか1年1年ね、飽きそうなんだけど、ね、そう毎日ね同じことをこう、ね、すっごいいろんなことをびっくりしたり、うん、感動したりとか、うん、自分でもなんかこうしてたんだけど、うん、だんだん慣れてくるってことはあるわけですよ、うん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 、そうでも変に慣れちゃうと、うん、ダメなんよね、油断すると舞台って、うん、そう思わない、舞台って生ものじゃないですか、そうですね、同じネタをね何かやる時も、うん、そう、はい、セリフ同じこと言ってるのに、うん、同じこと言ってるのに、あ、なんで突然出てこなくなっちゃったのとか、そのだから舞台はやっぱりね変えられないから、変に、そう漫才はもうほんと急に飽きたら変、まあ、全然違うこと言ったりするんですけど、それができるっていうか、それでできないですもんね、できない、それで全然滑ったりするんですけどね、それそれはそう、そこ変えたら分かんないだろうっていうようなこともあるんですけど、やっぱり舞台は大変だと思いますね、うん、さあもうねお別れのお時間になってしまったんですけども、はい、あのホリプロタレントスカウトキャラバンのお知らせがね、はい、もうトールザの話はしなくていいんですよ、さっき聞いてトールザはね9月2日にね、はい、もういいです、4月2日浅草公会堂ですね、はい、嬉しいですね、チケットは7月15日から発売されま す,、はい、すトールザの方、トールザですね、はい、でね、ホリプロタレントスカウトキャラバン第46回のテーマはナチュラルガール、ナチュラルガール、ね、自然体で芸能界に羽ばたく原石を発掘しようという、はい、全国発掘箇所で予選を開催と、うん、応募資格は高校1年生から満24歳までの女性、うん、あそう広げたな、そうですね、広げた、役者、モデル、グラビア、アイドル、歌手、バラエティ、インフルエンサーなどジャンルを問わず幅広く募集と、いつも自分らしくナチュラルに生きてる女の子、あざと女子になれないナチュラルな女の子、ナチュラルすぎて突っ込まれやすい女の子、うん、一番自分らしい自分を見せてくれるナチュラルガールを募集する、年によってテーマが違うんだね、そうなんですね、うん、でグランプリ得点はホリプロとの専属契約、はい、賞金100万円、詳しいオーディション情報は公式サイトまたは公式 SNS をご確認ください、はいはい、ということで、はい、トールさんの、本もあるということでね、 Amazon でも買えます、はい、はい、ということで、今日のゲスト榊原郁恵さんでした、ありがとうございました。
Thank you.